はい、どうも177-181です、私はね、今日はここ、茨城県土浦市にある、JR 土浦駅前に来ています。はい、まあ駅前はこんな感じですね。すぐ正面に見える建物、こちらはまあ、スーパーマーケットのかすみとも書いてありますけども、現在は土浦市役所になってますね。昔は確か伊東洋華堂かなんかがあったんですけどもね、まあ潰れてしまって、で今は大部分が市役所という、まあ、アクセスがいい市役所という感じになってますね、ここは。で、今日の動画はね、土浦桜町に行ってみたということで、これから早速向かいたいと思います。こっちの方向ですね。はい、土浦駅の西口の、駅を出て左側にあるんですよね。まっすぐこう西の方に進んで、で、そこが最初の信号かな。そこも左に行きますね。そこは確か国道、125か354あたりですかね。そんな感じの道ですね。昔はここが6号だったのかな。もうちょい向こうですかね。今6号はもう完全にバイパスになってしまってね、イオンモール土浦のあたりの、まあ、結構なんもないところをね、片側に車線立体交差で通ってるんですけどもね。はい、先ほどのね、信号左に曲がってまっすぐ歩いてきたところですね。でこちら、桜町きらら通りと書いてありますけども、この道がね、そのメインの道ですかね。はい、まあ土浦は茨城の、まあ茨城県なんであんまり知名度はないんですけども、まあいわゆるね、個室付き浴場が結構集まっているところで、まあね、割と規模が大きいんですよね、この手の、歓楽街というんですかね、その中でもね。で、まあ、吉原なんかはね、知事の要請を受けて結構休んでいる店が今多いんですけども、まあ、土浦はね、そんなこともなさそうなので、とりあえず今日、来てみたんですけどもね。はい、前回のね、吉原の動画が割とこう再生数が伸びたんでね。ただあれは吉原で検索してくる人が多いからね、今回のこれはちょっと、まあ、再生数が伸びるかどうかわからないんですけどもね、まあ、とりあえず行ってみましょう。はい。そうですね、ここの客引きがね、結構多くて、で、他の、まあ、こういうところは、まあ、大体そのね、自分の店の前の歩道だけ立ってたりとかで、まあ、結構条例による規制が厳しいのでね、あまりこう、積極的な客引きはいないんですけども、ここは、なぜかね、そういう条例がないのかどうかわかんないんですけども、結構ね、車道に出て強引な客引きをする人が多いんですよね。はい、だからなんかそれが結構苦手というね、まあ私もそうなんですけども、なので私もここは前に来たこともあるんですけども、結構ね、なんかこのメインのここの通りを通らずにこう裏の方からね、ちょろちょろっと来たりみたいなね、そんなことをしたこともありますね。はい。でまあこの辺がその真ん中のところですかね。まあ客引きは普通にいますね。お客さんらしき人は私の他には後ろもいないですね。客引きのお兄さんだけが目立ってるという感じですね。ここの一つ先の今黄色信号が点滅してるあたりが真ん中ですかね。まあちょっとこれ全年齢向けなのでね、映していいものかあれなんですけど、まあ結構目立つ看板なんかがありますね、この辺はね。はい。新見学無料ですとなってますが、はい、なんかもうそれらしいお店ばっかりですね、この辺はね。はい。意外と声をかけられなかったですね。撮影している分なんか向こうも抵抗があるみたいなのがあるんですかね。無料案内所とありますが、中に人がいますね。はい。ここはなんか張り紙があるので、ちょっとそれだけ見ましょうかね。ああ、ここは休業してるんですね。4月18から5月6まで休業させていただきます。なるほど。休んでるところもあるんですね。はい。まあ、こんな感じで。
やっぱり吉原はあれは元のネームバリューがありますからね、土浦桜町に行くっていう動画を撮ったところで果たしてどれだけ需要があるのかというのは怪しいですけどもね。ここでもう終わりですかね。はい、なんか客引きも私が撮影してるからかもしれないですけども、そんなにこう勢いがない感じですかね。結構ね、真ん中のさっきのところ、ボインホーテっていうお店があるんですけども、あのお店の前を通るとね、結構しつこく声をかけられるんですよね。はい、まあ、あくまでこれ私が何回かね行った経験で、まあ時間帯とかによっては全然そんなことないのかもしれないですけどもね。はい、ということでもうこの辺で終わりですね。終了ですか。今日は行くかどうかも迷ってるんですけどもね。はい、まあ、この辺からはだからもう普通の空間ですよね。普通にもう生活圏内という感じで、はい、まあそんなところですか。行きますかね、とりあえず。はい、ここは土浦の桜川ですね。まあその名の通り、まあ桜がね、まあ春になると綺麗に咲くところなんですけども、今もなんか咲いてるのありますけど、あれは何ですかね。多分こっちのね、青々とした木は、ソメイヨシノだと思うんですけどもね。で、結局まあさっぱりしてきちゃいましたね。はい、YouTube の取材のためとはいえ、月に2回もね、こんなお店に行くことなんてないんでね。まあ、なんか、出費はかさんでしまったんですが、そこはしょうがない。はい。で、そのお客さんがね、吉原ではまあ減ってるとかいうのを前回は言い話したんですけども、土浦はね、そんなことないみたいですね。はい。私が入ったお店も、すでに待ってる人が3人ぐらいいて、で、今、女の子もほとんどいなくてね、私フリーで入ったんですけども、もう一人しかなんかいないとかいう話で、で、まあ、まあね、だから、割とこう影響はないんですかね。はい。実際にこう、女の子と話してみても、普通にこう、いるみたいなことだったので、来てるというね。だから、まあ、そうですね。吉原では私、客足激減と書いたんですけどもね。土浦の場合は、まあ、そうでもないという。まあ、まだまだね、元気にどこも営業中という感じですかね。はい。で、あとは、まあ、これは全年齢向けの動画なんでね、あんまりこういうこと言うのもあれなんですけども、やっぱ土浦はね、安いですね。明らかにもう安い。今日入ったところは80分1万7000円で、しかも、NS だし、マットもあるし、で、まあ、女の子もまあ、まあ、普通ぐらいというかね、まあ、太くもなく細くもなくという感じで、で、まあ、サービスもそこそこ。まあ、そうですね。なので、本当にね、これ何の動画なんだって話なんですけども、もう安すぎてね、ちょっと金銭感覚を麻痺するようなね、そんな感じですね、ここはね。はい。まあ伝えたいことはそのぐらいかな。で、ここはちょっと全然無視してましたけどね。結構川沿いまで、そういうお店があるので、さっきのキララ通りの客引きが嫌な人はね、この川沿いの土手は上で、ここは普通の人も歩くようなね、散歩コースとかそんな感じなんで、ここからね、ちょっとこう、細い道を降りて、まあ店に入るなんていうのもありですね。はい。こんな細い道階段とかがね、ところどころにあるんでね。まあ、そんな感じで。はい。では、まあ、くだらねえ動画になってしまったんですけども、ご視聴ありがとうございました。